人たちを食わさなきゃいけない、あるいは軍隊にも回さなきゃいけないですよね、その食料、それが足りないと、でどうするんだ、うん、外貨も足りない、でも経済制裁したことが、軍事政権なり、そっちに圧力になれば別にいいんだけど、そうじゃなくて、この民の側に、こうその圧力が全部回っちゃったら、こう食べていけなくなっちゃいますよね。だからその辺はどれがその人民に影響を与えて、どれが金正政権に影響を与えられるのかってちょっと見極めなきゃいけないなと思いますね。藤村さん、これ、まあ、経済制裁今日本は強めていますけど、もっと推し進めた方がいいというか、それとも何か別の方がありますか。いや、私はその経済制裁をやっぱりもっともっとやり続けて、そしてそこで北朝鮮に核兵器を捨てさせる、それはあの経済制裁もっと強めれば、もっと強め核を捨てるだろうという想定のお話ですよね。ただね、その北朝鮮の目的って明らかで、はい、要はアメリカですよね。相手はアメリカと対等に交渉するためにアメリカに届く ICBM に核を乗っけたいと、その上で交渉するとゴールが明確なので、そこが揺らぐことはまずないので、うん、まあ、多分あの経済制裁を強めていっても、うん、核兵器の開発は続くと思いますね、うん、はい、これはもう間違いないと思います。で、なんか餓死する人たちがいくら増えても、うん、それは絶対に止まらないと思います。それこそだから90年代にその、まあ、たくさんの方亡くなりましたけど、だからといって北朝鮮の動きが変わったかというと何も変わらなかったんですよね、うん、また同じことになるだけですね。このまま経済制裁強くても、だからといって経済制裁やるべきじゃないって言いたわけじゃないんですよ。ただ結論はあまり変わらないんじゃないかなと思います、うん、核開発、ミサイル開発っていうのは北朝鮮なりの合理的な理由というか目的がちゃんとあるんです ね、つまり、キム・イルソン、キム・ジョン・イル、キム・ジョンと続くロイヤルファミリー、金一族支配を永続化するためには核とミサイルが必要だって判断なんですよ。体制維持だけが目的なので、やっぱりそこをついて、このまま核の開発を続けたらそれはできないよってことを思わせて、最終的には交渉のテーブルを開くっていうことが互いの、これはもう最終目的であること間違いないので、ね、それに対する条件闘争、ただまあアメリカが例えば納得する解決策って核の放棄しかないんですよね、アメリカ側はね。アメリカ側としては、うん、北朝鮮側は絶対にそれ飲めないので、うん、私はこれはデッドライン、後ろがある話だというふうに日本人に理解すべきだと思うんですよ。ただこのまま放置していたら、あれは何もなかったら普通に核ミサイルが開発されてきますよ。じゃあ歩み寄る場所はない、私は相当難しいと思いますけど、ってことは戦争しかないってことなんですか。だからあの一つの解決策としては、アメリカが北朝鮮の核を認めますと、うん、それで交渉しましょうっていうようなゴール、これは北朝鮮側が望んでるんですよね。で、万が一そんなことになったら、我が国がアメリカの核の傘から外れちゃうので、その時はどうするんですかっていう問いを突きつけられるから、今のうちにそれを想定しておかなくちゃいけないってことですね。いや、認めるっていうのは公に国際的に認める、あるいは案に認める、そうですね、案、両方あるんですよね、案に認める、それがおそらくその日本にとって一番最悪のシナリオでしょう。とりあえず凍結しなきゃいけないんですよ、とにかく。凍結をした上で、少なくてもこれが拡散しないようにしなきゃいけない。これは別に日本だけじゃなくて世界中にとってそれは至上命題なわけですよね。でも韓国は核兵器開発じゃねえの、もし認められたら。認められたら日本もやるっていうことなんだろう。他の国々もどんどん訴求するんじゃないの。最悪の事態はアジア地域にその核が拡散していくっていうことなんですね。だから北朝鮮の問題をどうやって解決をするのか、でこの時代アジアにこうまだ未だない平和と安定というものをもたらすためにはどうすればいいのかっていうことを、知恵を絞るときに日本の役割っていうのはすごく大事だってことを考えてる人が、知恵を絞ることは大事なことなんですけれども、北朝鮮がですね、交渉できる国なのかということを考えると、これまで北朝鮮はですね、約束を守ってこなかった、合意をする、凍結をすると言いながらですね、裏ではずっと核開発、ミサイル開発をしてきたわけですね。そして北朝鮮という国はこれまで何をしてきたかというと、韓国に対してですね、大統領を暗殺しようとしたり、あるいは日本に対して拉致をしてきたわけですね。だからですね、私は話し合いということも大事かもしれませんけれども、軍事的な圧力をかけて、そして絞り上げて、そしてそこで息の根を止めていくということが私は必要だと思います。両国の軍事力を専門家が徹底比較、果たしてその実態は。緊張感が高まるアメリカと北朝鮮、開戦するとまず戦場となるのが韓国だと軍事アナリストの西村氏は言う。そこで北朝鮮と在韓米軍両軍の軍事力を比較し徹底解説。まずは総兵力、在韓米軍がおよそ 2.3 万人に対し、北朝鮮はおよそ119万人。数だけ見ると北朝鮮はかなり多い、120万人の兵隊で、主力は陸軍ということですね、はい。およそ119万人の兵力を持つ北朝鮮、そのうち100万人を超える数が陸軍だという。
西村氏による軍事力比較2。空軍戦闘機など作戦機の数も北朝鮮軍が多いが、北朝鮮の兵器はもう1960年代の古い兵器なので、まあ、米軍と戦ったらすぐやられてしまうと、まあ、北朝鮮はミグ21という主力戦闘機なんですけども、アメリカは F-15 あるいは F-16 と、北朝鮮は射程3キロの対空ミサイル、アメリカ側は射程50キロの空対空ミサイルを持っています。そのため北朝鮮戦闘機と米軍の最新鋭機とは比較にならないほど射程距離に開きがあるという。西村氏による軍事力比較3。海軍の場合、アメリカ軍が今回の軍事演習で釜山へ入港した潜水艦ミシガンは最大154発の巡航ミサイルを搭載可能なのに対し、2014年時点での北朝鮮の潜水艦は、北朝鮮の潜水艦、金正恩委員長が乗船したロメオ級潜水艦があるんですけども、それを見るとですね、周りが錆びている、戦えるような状態ではないですね。だが先日北朝鮮が弾道ミサイル潜水艦を建造中ということが判明、米軍の戦力に対抗するためと見られている。ところが西村氏は軍事力の差をこう語る。米朝海戦が行われたとして、まあ、北朝鮮の戦闘機、それから北朝鮮の軍艦はおそらく 2,3 日のうちに全て撃退されると、撃破されるというふうに思います。しかし北朝鮮軍の中で日本の脅威になると西村氏が警鐘を鳴らすのは、およそ10万人いるという特殊部隊による攻撃。日本のどこに入ってくるかというと、日本海側の港に入ってくるわけです。いや、入ってきたところで、この後北朝鮮軍特殊部隊の脅威を徹底解説。命がけで攻撃してくるのが北朝鮮の特殊部隊なんです。いやいや、中で日本の脅威になると西村氏が警鐘を鳴らすのは、およそ10万人いるという特殊部隊による攻撃。難民に紛れてですね、日本に潜入して東京から大阪、名古屋といったですね、人口密集地域で、化学剤を撒いたり、あるいはその原発をですね、攻撃をしたり、まあ、交通機関のですね、まあ、新幹線をですね、爆破したりとか、といったことをしてくるというふうに思っています。そんな最悪のシナリオになる可能性はあるのだろうか。すごい大変だったしね、うん、アメリカ潜水艦ミサイル何発、うん、154発。それに対して北朝鮮の潜水艦、うん、沈まない潜水艦じゃなくなって、ただ在韓米軍と北朝鮮軍が戦うっていう、もし仮にそうなったらですね、米国本土から来てっていうことになりますので、規模はもっと全然違うとは思いますけどもね、今の比較。あとはその北朝鮮とアメリカが戦闘になった時、問題やっぱりソウルですよ、うん、ソウル砲弾届くんで、うん、例えばそのミサイルとかで爆撃していっても、ソウルには砲弾が届いてそこが狙われるってことが実際あり得るですよね。いや、だから一気に500箇所ぐらいあるとかいう軍事施設とかレーダーだとか主要施設を一気に先制叩かなきゃいけない。そうですね、それ38戦のあの1万砲ですかね、あれぐらいを一気に叩く、これはアメリカはできるんですか。兵器のほとんどはですね、爆撃でやっつけられる、一瞬にしてるんですね。 2,3 日ぐらいで制圧ですか。いや、それは海軍と空軍に関してはですね、それは地上軍は生き残るですよね、はい、そうなると先生おっしゃったように、その難民等々が押し寄せて工作員だなんだとなる、それは世界に散らばっていくと思うんですよね。いや、そのことはないですよ。世界ではないですね。まず日本に特殊部隊が、を北朝鮮が送る理由がないですよ、うん、と難民に偽装した武装難民ですか、うん、これもでもナンセンスな話ですよ。武装難民云々っていうのは 前誰だっけ、麻生さんがね、タワゴト言ってましたけども、あれは本当ナンセンスな話です、その大勢が上陸してこなくても、たった一人でも上陸に成功すれば、これ大変な脅威なんですね。一時韓国で特殊部隊の人が潜入して、これ数人でしたけれども、もう何万人も動員して捜索をしなければいけなかったぐらい、やっぱり一人でも何らかの活動できますから、そういう意味ではやっぱり取れないと思いますね。日本が標的になる可能性っていうのは、それはまあミサイルを撃ち込むとしたら、もちろん米軍基地でしょうね。ここに書いてある米軍基地と、それから原子力発電所ですよね、この緑色のところ。まず北朝鮮の特殊部隊というのは大きく2種類あって、やはり韓国側に入っていく特殊部隊と、日本まであるいはそれより遠くまで行ける特殊部隊というのがあるんですね。その人たちは
特殊潜航艇とか潜水小型潜水艦とかに乗って、あるいは貨物船の支援を受けて日本に入ってくる、うん、そうすると日本のどこに入ってくるかというと日本海側の港に入ってくるわけです。そうするとですね、大体新潟県の柏崎原発からずっとこう南に下がって、石川に行って、そして、島根、鳥取、そして九州、うん、鹿児島の、うん、仙台原発。でも西村さん、はい、さっきの話だと 2,3 日で北朝鮮全部やられちゃう、はいはいはい、と難民と特殊部隊と陸軍だけが残るわけでしょ。でも彼ら日本に来て日本を潰す、帰るとこもないですよ、ね、帰るとこないし、うん、ね、だってこうやる理由ないじゃない、もう、まあ、だから原発っていうよりやっぱり米軍基地だと思う。 2,3 日でこっち全部なくなっちゃってるのに。いや、それは戦争が始まればですね、うん、そういう状態になります、うん、ただ特殊部隊が入ってくるのは、うん、戦争を始める前に、うん、密かに隠れて入ってくるわけ、うん、いや入ってきたところで本土のこっちがなくなっちゃったら、いや本土がなくなる理由がなくなっちゃうじゃないですか。いや日本を攻撃しろと言われたら、うん、命がけで攻撃してくるのが北朝鮮の特殊部隊なんです。いやいや、それは分かんないじゃないですか。どうやって説得するか僕は聞きたいです。逆に聞きたいですけど、説得しなかったら戦争するんですか。いや僕は斬首作戦で、オサマ・ビンラディンだって斬首するまでに何年もかかったんですよ。あるようにその皮肉だなと思うのは、原発が日本海側にそんなにあるわけですよ。でその原発のある場所って実を言うと、うん、北朝鮮による日本人拉致が起きた場所とほぼイコールのようなところにあるわけですよね。そんなところにある原発を、まあ、ちょっと皮肉を込めて言えば再稼働なんかしていて大丈夫なのっていうのは、まあ、それは冗談ですけれども、うん、しかしそういう状態になったら困るわけですよ。これ根本的な問題ですよ、うん、つまり難民は間違いなく出てきますよ。それは確かにおっしゃるように、その日本に海を渡ってくる難民ってのは救いがないかもしれないけども、確実に来るでしょう。それから先ほど来話出てるように、ソウルは下手すると火の海になりかねませんよ。そうするとそれはもちろん韓国経済崩壊しますよね、うん、っていうことになってくると当然ですけど、日本に対する影響、中国に対する影響、世界経済の影響というのはものすごいことになるわけですよ、うん、そんなことにならないように、やっぱり粘り強く金正恩委員長を説得するしかないんですよ、うん、それをできるみたいなこと言われてますが、うん、どうやって説得するか、うん、僕は聞きたいです。逆に聞きたいですけど、説得しなかったら戦争するんですか。いや僕は斬首作戦で、オサマ・ビンラディンだって斬首するまでに何年もかかったんですよ。一国の首相を斬首なんてそんなに簡単にできないです。それはですね、特殊部隊がやる斬首作戦と思われてるから、それはできないと思われてるんです。斬首作戦というのはいろいろな方法があって、うん、スパイを使ってやるとか、あるいは無人機で攻撃をして殺傷するとかっていういろんな方法があるわけです。じゃあアメリカは今斬首作戦を考えているってことなの。それはオプションの一つは当然ありますと私は一番有効な案だとアメリカは考えている。ちょっとあの西村さんそうおっしゃいますけどね、斬首作戦やるを一番効果があるなんていうことをどっかの国がですね外交政策に挙げたらですね、それこそミサイルがをないと彼らはダメだと思いますよね、うん、わざわざ俺たちは斬首作戦やるぞってそれは言わないですよ。首都作戦で今言っちゃってるじゃん。いや私それは私の案です。西村さん危ないから気をつけて。中国の力なしにはやっぱりこの北の問題解決できない。この後朝鮮有事の鍵を握るのは中国。トランプが言うに不作は、今回中国にトランプさんがね言って習近平さん話するのは、もし軍事オプションを打ったら中国手を出すなよと私思うんだけども、ちょっとこれまでの理論の中で中国のことがちょっと抜けすぎ、うん、でアメリカと日本で強い圧力かけたらなんか動くっていうのはね、大きなやっぱり誤解なんですよね。で政治的、外交的、それから経済的なプレッシャーを与えられるのは中国ですよね。で中国の力なしにはやっぱりこの北の核問題解決できない。実は北朝鮮の核開発、ミサイル開発を世界で一番頭に来ているのは実は中国かもしれませんよ。中国にしてみればアメリカがなんていうの、その本来対象じゃないですか、北朝鮮の交渉相手でしょ。アメリカなんとかしてくれ、逆にそのアメリカの方は中国さえなんとかすればって言ってて、両方が責任なすりつけ合ってるんだけれども、でもやっぱりアメリカ、中国を軸にしながら日本なんかも加わって北朝鮮をどうやって説得するのかっていうことを考えないと。中国と北朝鮮は軍事同盟結んでるしね。もちろん軍事同盟結んでますけど、うん、多分あれ機能しないと思います、ね、機能しないけど、でも今のところ北朝鮮がやられたら中国はね、一応いや僕はだから今回中国にトランプさんがね行って習近平さん話するのは、うん、もし軍事オプションを打ったら中国手を出すなよと、軍事同盟が、はい、破棄しろと、北朝鮮との、まあね、対話と圧力ってのはもうヤクザの手法だしな。この後たけしが教える日本への攻撃を事前に察知する方法とは。一緒にエレコプターで、なんだかんだ言ってもあぶれな、はい、いやもう日本の政府の首脳の動き見てた方がいいね。そっか、一緒にヘリコプターの方が官邸に泊まり込んだら何かあるなと。それからピョンさんのどこ行くの。
北朝鮮とアメリカが戦闘になった時問題やっぱりソウルですよ、うん、ソウル砲弾届くんで、うん、例えばそのミサイルとかで爆撃してってもソウルには砲弾が届いてそこが狙われるってことが実際あり得るんですよね、うん、いやだから一気に500箇所ぐらいあるとかいう軍事施設とかレーダーだとか主要施設を一気に先制で叩かなきゃいけない、うん、そうですね、それ38度線のあの1万砲ですかね、あれぐらいを一気に叩く、これはアメリカはできるんですか。兵器のほとんどはですね、あの爆撃でやっつけられる、一瞬にしてるんですね。2、3日ぐらいで制圧ですか。いやそれは海軍と空軍に関してはですね、それは地上軍は生き残るんですよね、はい、そうなると先生おっしゃったようにその難民等々が押し寄せて工作員だなんだとなる、それは世界にあの散らばっていくと思うんですよね。じゃそのことないですよ。世界までは行けない。まず日本に特殊部隊がを北朝鮮が送る理由がないですよ、うん、と難民に偽装した武装難民ですか、うん、これもでもナンセンスな話ですよ。武装難民云々っていうのは 前誰だっけ、麻生さんがね、うん、タワゴト言ってましたけども、うん、あれは本当ナンセンスな話です、ね、その大勢が上陸してこなくてもたった一人でも上陸に成功すればこれ大変な脅威なんですね。一時韓国で特殊部隊の人が潜入してこれ数人でしたけれど もう何万人も動員して捜索をしなければいけなかったぐらい、やっぱり一人でも何らかの活動できますから、そういう意味ではやっぱり取れないと思いますね。日本が標的になる可能性っていうのは、それはまあミサイルを撃ち込むとしたらもちろん米軍基地でしょうね。ここに書いてある米軍基地と、それから 原子力発電所ですよ ね、この緑色のところ。まず北朝鮮の特殊部隊というのは大きく2種類あって、やはり韓国側に入っていく特殊部隊と日本まで、あるいはそれより遠くまで行ける特殊部隊というのがあるんですね。その人たちは特殊潜航艇とか小型潜水艦とかに乗って、あるいは貨物船の支援を受けて日本に入ってくる、うん、そうすると日本のどこに入ってくるかというと日本海側の港に入ってくるわけです。そうするとですね、大体新潟県の柏崎原発からずっとこう南に下がって、石川に行って、そして、島根、鳥取、そして九州、うん、鹿児島の仙台原発。でも西村さん、はい、さっきの話だと 2,3 日で北朝鮮全部やられちゃう、はいはいはい、と難民と特殊部隊と陸軍だけが残るわけでしょ、うん、でも彼ら日本に来て日本を潰す、帰るとこもないですよ、ね、帰るとこないし、うん、だってこうやる理由ないじゃない、もう、まあ、だから原発ってよりやっぱり米軍基地だから2、3日でこっち全部なくなっちゃってるのに。いやそれは戦争が始まればですね、うん、そういう状態になります、うん、ただ特殊部隊が入ってくるのは、うん、戦争を始める前に、うん、密かに隠れて入ってくるわけ、うん、いや入ってきたところで本土のこっちがなくなっちゃったら、いや本土がなくなる理由がなくなってるじゃないですか。いや日本を攻撃しろと言われたら、うん、命がけで攻撃してくるのが北朝鮮の特殊部隊なんです。いやいやそれは分かんないじゃないですか。どうやって説得するか僕は聞きたいです。逆に聞きたいですけど、説得しなかったら戦争するんですか。いや僕は斬首作戦で、オサマ・ビンラディンだって斬首するまでに何年もかかったんですよ。あるようにその皮肉な弾道ミサイル潜水艦を建造中ということが判明、米軍の戦力に対抗するためと見られている。ところが西村氏は軍事力の差をこう語る。米朝海戦が行われたとして、まあ、北朝鮮の戦闘機それから北朝鮮の軍艦はおそらく 2,3 日のうちに全て撃退されると、撃破されるというふうに思います。しかし北朝鮮軍の中で日本の脅威になると西村氏が警鐘を鳴らすのはおよそ10万人いるという特殊部隊による攻撃。日本のどこに入ってくるかというと日本海側の港に入ってくるわけです。いや入ってきたところで、この後北朝鮮軍特殊部隊の脅威を徹底解説。命がけで攻撃してくるのが北朝鮮の特殊部隊なんです。いやいや中で日本の脅威になると西村氏が警鐘を鳴らすのはおよそ10万人いるという特殊部隊による攻撃。難民に紛れてですね、日本に潜入して東京から大阪名古屋といったですね、人口密集地域で化学剤を撒いたり、あるいはその原発をですね攻撃をしたり、まあ、交通機関のですね、まあ、新幹線をですね爆破したりとかといったことをしてくるというふうに思っています。そんな最悪のシナリオになる可能性はあるのだろうか。すごい大敵だったしね、うん、アメリカ潜水艦ミサイル何発154発。それに対して北朝鮮の潜水艦、うん、沈まないって潜水艦じゃなくなってただあの在韓
米軍と北朝鮮軍が戦うっていう、もし仮にそうなったらですね、あの 米国本土から来てっていうことになりますので、あの規模はもっと全然違うとは思いますけどもね、今の比較から。あとはその北朝鮮とアメリカが戦闘になった時、問題やっぱりソウルですよ。ソウル砲弾届くんで、例えばそのミサイルとかで爆撃してってもソウルには砲弾が届いて、そこが狙われるってことが実際あり得るんですよね。いやだから一気に500箇所ぐらいあるとかいう軍事施設とかレーダーだとか主要施設を一気に先制で叩かなきゃいけない。それ38度線のあの1万砲ですかね、あれぐらいを一気に叩く、これはアメリカはできるんですか。兵器のほとんどはですね、あの爆撃でやっつけられる、一瞬にしてやるんですね。 2,3 日ぐらいで制圧ですか。いやそれは海軍と空軍に関してはですね、それは地上軍は生き残るですよね、はい、そうなると先生おっしゃったように、その難民等々が押し寄せて工作員だなんだとなる、それは世界にあの散らばっていくと思うんですよね。じゃあそのことはないですよ。世界ではないです。まず日本に特殊部隊がを北朝鮮が送る理由がないですよ、と難民に偽装した武装難民ですか、これもでもナンセンスな話ですよ。武装難民云々っていうのは 前誰だっけ、麻生さんがね、タワゴト言ってましたけども、あれは本当ナンセンスな話です。その大勢が上陸してこなくても、たった一人でも、による軍事力比較3、海軍の場合、アメリカ軍が今回の軍事演習で釜山へ入港した潜水艦ミシガンは最大154発の巡航ミサイルを搭載可能なのに対し、2014年時点での北朝鮮の潜水艦は、北朝鮮の潜水艦、金正恩委員長が乗船した無名級潜水艦があるんですけども、それを見るとですね、周りが錆びている、戦えるような状態ではないですね。だが先日、北朝鮮が弾道ミサイル潜水艦を建造中ということが判明、米軍の戦力に対抗するためとみられている。ところが西村氏は軍事力の差をこう語る。米朝海戦が行われたとして、北朝鮮の戦闘機、それから北朝鮮の軍艦はおそらく 2,3 日のうちに全て撃退されると、撃破されるというふうに思います。しかし北朝鮮軍の中で日本の脅威になると西村氏が警鐘を鳴らすのは、およそ10万人いるという特殊部隊による攻撃。日本のどこに入ってくるかというと、日本海側の港に入ってくるわけです。いや入ってきたところで、この後北朝鮮軍特殊部隊の脅威を徹底解説。命がけで攻撃してくるのが北朝鮮の特殊部隊なんです。いやいや中で日本の脅威になると西村氏が警鐘を鳴らすのは、およそ10万人いるという特殊部隊による攻撃。難民に紛れてですね、日本に潜入して、東京から大阪、名古屋といったですね、人口密集地域で化学剤を撒いたり、あるいはその原発をですね攻撃をしたり、交通機関のですね、新幹線をですね爆破したりとか、といったことをしてくるというふうに思っています。そんな最悪のシナリオになる可能性はあるのだろうか。すごい大あ大だったですね、アメリカ潜水艦ミサイル何発、154発、それに対して北朝鮮の潜水艦、沈まない潜水艦じゃなくなって、ただ在韓米軍と北朝鮮軍が戦うっていう、もし仮にそうなったらですね、米国本土から来てっていうことになりますので、規模はもっと全然違うとは思いますけどもね、今の比較から。あとはその北朝鮮とアメリカが戦闘になった時、問題やっぱりソウルですよ、ソウル砲弾届くんで、例えばそのミサイルとかで爆撃してってもソウルには砲弾が届いて、そこが狙われるってことが実際あり得るんですよね。いやだから一気に500箇所ぐらいあるとかいう軍事施設とかレーダーだとか主要施設を一気に先制で叩かなきゃいけない。そうですね。それ38度線のあの1万砲ですかね、あれぐらいを一気に叩く、これはアメリカはできるんですか。兵器のほとんどはですね、爆撃でやっつけられる、一瞬にしてやる。政治にとってそれは至上命題なわけですよね。でも韓国は核兵器開発じゃねえの、もし認められたら、認められたら日本もやるっていうことなんだろう。そう他の国々もどんどん早急するんじゃないの。最悪の事態はアジア地域にその核が拡散していくっていうことなんですね。だから北朝鮮の問題をどうやって解決をするのか、でこの時代アジアにこうまだ未だない平和と安定というものをもたらすためにはどうすればいいのかっていうことを、知恵を絞るときに日本の役割っていうのはすごく大事だってことを考えてます人が。知恵を絞ることは大事なことなんですけれども、北朝鮮がですね交渉できる国なのかということを考えると、これまで北朝鮮はですね約束を守ってこなかった、
合意をする凍結をすると言いながらですね、裏ではずっと核開発ミサイル開発をしてきたわけですね。そして北朝鮮という国はこれまで何をしてきたかというと、韓国に対してですね、大統領を暗殺しようとしたり、あるいは日本に対して拉致をしてきたわけですね。だからですね、私は話し合いということも大事かもしれませんけれども、軍事的な圧力をかけてかけて、そして絞り上げて、そしてそこで息の根を止めていくということが私は必要だと。両国の軍事力を専門家が徹底比較、果たしてその実態は。緊張感が高まるアメリカと北朝鮮。開戦するとまず戦場となるのが韓国だと軍事アナリストの西村氏は言う。そこで北朝鮮と在韓米軍両軍の軍事力を比較し徹底解説。まずは総兵力。在韓米軍がおよそ 2.3 万人に対し、北朝鮮はおよそ119万人。数だけ見ると北朝鮮はかなり多い、120万人の兵隊で、まあ、主力は陸軍ということですね、はい、およそ119万人の兵力を持つ北朝鮮。そのうち100万人を超える数が陸軍だという。西村氏による軍事力比較2。空軍。戦闘機など作戦機の数も北朝鮮軍が多いが、北朝鮮の兵器はもう1960年代の古い兵器なので、まあ、米軍と戦ったらすぐやられてしまう、まあ、北朝鮮はミグ21という主力戦闘機なんですけども、アメリカは F-15 あるいは F-16 と、北朝鮮は射程3キロの対空ミサイル、アメリカ側は射程50キロの空対空ミサイルを持っています。そのため北朝鮮戦闘機と米軍の最新鋭機とは比較にならないほど射程距離に開きがあるという。西村氏による軍事力比較3。海軍の場合、アメリカ軍が今回の軍事演習で釜山へ入港した潜水艦ミシガンは最大154